どうもパンピーです。今回はね、スタビライザーリンクの方をね、交換したいと思います。これですね。これもね、このブーツがこう破けちゃってると、こういう風に結構破けちゃってるんですね。こういう風に破けちゃってると車検が浮かんないんで、上側も結構ね、破けちゃってます。こういう感じでこう破けちゃってるんですね。こうなっちゃうとちょっとね、もう車検が受からないんで、これをね、これから交換していきます。まあ、ちょっと触るとこういう感じ。あ、見えますね。こういう感じで破けちゃってるんですね、中が。まあ、ガタこそ出てないんですが、ちなみに一応はインプレッサーです。21年車なんだけどね、もう破けてんだね、リンク。というわけでちょっとね、これ交換していきます。まずはね、このボルトと、あとこのボルト緩めていきます。一応ね、こういう感じで、まあ、緩めるわけなんですが、これね、ちょこっと緩めると中のやつが、ね、一緒に回り出すんだよね。六角形のね、ヘキサゴンレンチを使って固定します。こういうやつはね、六角形のやつ、こういう感じ。これの同じサイズをね、ここに入れて、ちょっと片手一回撮影と思います。このようにね、やって、ここにね、こういう感じで、工具を入れて、で下側を固定しながら緩めていきます。ちょっとね、今片手撮影なんで、片手でこっちね、手で固定して、こっちをね、緩めていきます。上も同じようにしてね、緩めていきます。こういう感じでね、固定して、これでね、回してきます。こういうラチェットとかね、使った方が楽にいくと思う。ちょっと手で固定するのも結構きついんで、ボディ側にね、引っ掛けて固定して回していきます。結構硬い、緩み止めになってるからね、結構硬いんですよね。CRC とかもつけた方がいいかもしれない。というわけでね、これ緩めました。こういう感じで下ね、外し、ちょっと、ね、曲げないと外れないけど、こうギュッとね、少し曲げて外します。こういう感じで、こういう感じでね、で下側も、外します。下側込んで外します。こういう感じで、でですね、これ外したやつなんですけど、ここはね、もう破けちゃってます。このようにガタが出てくるとね、もうあれなんですけど、このブーツ系がね、破けると車検浮かないんで交換しましょう。で、新しい部品はね、こちらです。車外品がね、出てるんで、車外品のことでね、交換になります。じゃあね、ちょっと出してみましょう。こういう感じ、こういうのもね、入ってます。ナットもね、入ってますね。これリンクで、あとね、あの専用のナットと、あとね、このワッシャーがついてんだよね、こっち。これがね、結構ね、あれです、外したやつにはね、ワッシャーついてないんですよ。でもこれ付属でね、ワッシャーがついてくるんですね。なんかね、どうやらロアームとスタビライザー、リンクの間にこのね、黒いワッシャー入れるみたいです。じゃあね、これ新品のスタビライザーリンクになります。このこれは結構硬いですね、やっぱり新品なんで。そして付属のね、このロックナットと、あとワッシャー、なぜかワッシャー一つなんだね。普通2つついててもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうやらね、ロアーム側だけこれ必要みたい。多分ね、走ってるうちにあれ、振動とかをね、吸収するやつかもしれないね。これ裏表一応あるみたいなんで、気をつけてつけていきましょう。俺的には多分ね、このこう山になってる方が、ロアアームの平らな方にここはね、つくようにした方がいいと思います。一応ね、こっちロアアームなんですが、このね、ワッシャー、ここね、見るとこっち側が山が出っ張ってるようになってるんで、多分ね、こうだね、つける方向、これで締め付けるとね、あの、ここが
こう変形してバネの役割になると思います。こういう風に、ね、ワッシャーをこういう感じで入れてこう曲げてからつけた方がねつけやすいです。じゃあちょっとねつけてこういう感じでこう入れてこっちに曲げとかないとつかない、下からじゃないとつかない。あとは、ね、ネジを入れていきます、こうある程度締めるとね緩み止めで結構ねここから締まんなくなるんですね。結構こういう緩み止めがついてるんで潰されてんだよねネジがね。でここから先はね、このようにやっぱりねヘキサゴンレンチで固定しながらね、締めていきます、あとねこれで締め終わりました。まあね、タイヤ下ろして設置状態にしてからね締めた方がいいっていう意見もあるんですが、基本ここねくるくる回って稼働するところなんで特に問題ないかなとも私個人では思います。まあ、設置した状態でやりたい方はね設置した状態でやってください。あと増し締めして終わりです。それではバイバイ。